よね。助けてくれたデジモンたちが言ってた。私、安心安頓懐かしい匂いがするんだって。あれってどういう意味だったのかな。ひょっとして私どこかであの子たちと会って。ちょっと君、私に鼻を近づけて、何のつもり？どんな匂いか確かめてみた？へえ。で、どんな匂いだったわけ？そっか。あっち、まだ探してなかったよね。何するんだ。やめてよ。今の声聞いた？今度は本当に聞こえたよね。行くぞみんな。私たちは無敵だよ。
間違ってますかね。もう文句ありありだからこんな感じで登場したんだっつーの。むしろ文句しかないっていうか、観念しろ悪党どもみたいな。モキアかっこいい。はあ、面白い。文句があるならどうするんだ。ん、ちょっとだけ俺好みのお姉さんよ。あんたに何ができるんすか。俺らあのザクソンのハッカーなんすよ。切れたら何すっかわかんねえっすよ。口では偉そうなこと言ってても体は正直ってな、ブルブル震えてんじゃねえか。実はかなり俺好みのお姉さんよ。アカウントも刈り取ってぐちゃぐちゃにしてやるっす。エンテいいカムです。
は何もないぞ、我が弟子よ。ってやってる場合じゃないっての！まずはあの子たちを。なん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 、ユウたち、ノンロック。ん？この声は、地味犬さん。え、地味犬って、あの地味犬？いやー、 I am 地味犬。いやー、おい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 、お前らイケてないね、そのざま。どんなやられ方したらそんなイケてない感じになる？ Tell me please as soon as。 すみません、地味犬さん。ぶっちゃけドストライクなお姉さんに気を取られて。わお、言い訳、全然ロックじゃないね。ロケロールにはほど遠いね。今のユウたちを例えるならそうだな、リバースシングル、酔いどれ天使たちの忘れ物。こっちをゲロっちまいそうになる感じがぴったりだ。伝わる？このフィーリング。伝わったっす。ならよし。で、あんたらかな、悪魔キッズに手を出しちゃったザ・フールは。てか、地味犬がなんで？愚問ですよね、それ。非常に愚問。愚問すぎて逆にロックだわ、逆に。つまり、これがスーパースターである。ふぅ！は？表はスーパースターでありながら、裏ではハッカーチームザクソンの幹部をしている俺様って。どう？悪魔的にロックンローですね。ですよね。てかあんたらさ、デジモンごときで何目くじら立ててんの？ちょんけるんですけど。え、嘘でしょ、冗談でしょ。ひょっとしてあんたらあれ、ペットは大事な家族なんですとか言っちゃうけ？愛で地球を救っちゃいたい感じ。未だにいるんだね。伝わる？このフィーリング。もうやめて。私の MP とかとっくにゼロなんですけど。っていうか、こんなのにバイト代持ってかれてたとか。やば、死にたくなってきたんですけど。はぁ？ユウ喧嘩売ってんの？売られた喧嘩は買わないとロックじゃないよね。俺様、相手がパンピーでも容赦しないスタイルですし。マジロックすぎるっす、地味犬さん。やったー、やっちまってくださいよ、地味犬さん。モキア、ものすごく弱ってる。どうしちゃったの？とりあえず応援しよう。ごめん、アグモン、カブモン、このドリクラ攻撃にこれ以上耐えられそうにないの。ハラースキャリア。ダーティーコードを決めた。
使えねえなこのデジモン、しょぼすぎでしょ。ロックじゃないな。デジモンのせいじゃないっつーの、あんたがしょぼいんだっつーの。わお、お花畑発言炸裂したね。あ、言ったけど俺様まだ本気じゃないから。今の前奏、いやその前のチューニング、まあ次はもうちょい強力なデジモン出すから、ユウガクガクにヘッドバンキングされちゃいなよ。そこまでだ、やめろ。するなんて奇遇ですね。チームザクソンのリーダーユウゴさん。え、これ以上勝手な真似はさせない。お前のやり方は我々の方針から大きく外れている。はい、チームのリーダーともあろうお人がお仲間かつお幹部である俺様のお邪魔とかしちゃうわけ。パワハラすか、圧迫系のあれすか。誇り高きザクソンの規律を乱す者は許さない。規律？なもんとっくになくなっちゃってますけど。主に俺様が率先してなくしちゃったわけですが。ロケロール。バンさん、それがリーダーに対する言葉かいな。わざわざ側近のフェイさんまでおいでいただいて、俺様一人のためにすんませんね。もう一度だけ、ザクソンの規律を乱す者は。嘘ですよ。 It's a rock and joke ですってば。スーパーハッカーユウゴさんに逆らうとか、もう無理無理無理。そんなことしたらリアルに殺されちゃうし、そこにいるあんたの愛人さんによ。全部冗談。冗談だって。本気と書いてマジになるな。じゃあ僕そろそろ帰ります。ライブとかあるんで超ギグれなきゃなんで。バイバーイ。ところでアンさんら、いつまでそこでぼーっと突っ立っとるんです？そこなデジモンはワッチがもらい受けます。あんた、いきなり現れて何言ってんの。ふざけないでよね。やらせるわけないでしょ。はて、アンさん、バッチと遊んでくれはりますの。これはなんともよろしよすな。体が熱くなります。アンジュンを楽しませておくれやす。よせフェイ、無益な争いだ。帰ろう。いやもういけずやわ。せっかくええ気分でしたのに。あ
ンさんが。またどこぞで会う機会もありましたろ。それまでわっちのこと忘れたら飽きまへんで。その不細工な顔忘れまへんえ。ほなさいなら。助けてくれてありがとう。う、私は何もしてなかったりして。お、ありがとう。それにしてもここやばいよ。とりあえず離れよ。ここまで戻ればさすがに大丈夫よね。ああ、アグモン、ガブモン、無事でよかった。俺たちももう一度会いたいなって思って。そしたらあの怖い人たちに見つかって追いかけられて。危ないところだったよ。あんなのに捕まってたら。今頃僕たちは。ねえ、あのさ、私にはまだよく分かってないんだけど、君たちデジモンって確かハッカーが作ったプログラムなんだよね。え？僕たちが。人間に作られた？私たちと同じに。うん、あのね、ノギア、俺たちは人間の世界とは違う世界から来たんだよ。違う世界？デジタルワールドっていう世界だよ。デジタルワールド？僕たちデジモンが住むデジタルワールドと人間の世界は普通はつながっていないんだけど、何かが起きて2つの世界が時々つながってしまうみたいなんだ。だからたくさんのデジモンがこっちの世界に迷い込んじゃっているんだ。さっきの怖い人たちはそういうデジモンを捕まえて無理やり命令したりして使っているんだよ。僕たちはデジタル空間でしか存在できない。でも人間の世界のデジタル空間はほとんどが人間の手で作られたものだし、そういう意味では人間が作ったプログラムと見分けがつかないかもしれないな。どう？分かった？分かった。なるほど。君ついていける？げ、嘘、余裕か。とりあえずアグモンたちは違う世界から私たちの世界に迷い込んできちゃったわけだね。いや、僕とガブモンは違うよ。僕たちは自分の意志でこの世界でやるべきことがあるんだ。やるべきこと？それって何？それは、あれ？言っちゃいけない系だった？
もしかして世界征服系の？そうじゃなくて、どうしても思い出せないんだ。大切なことだったはずなのに。俺たちは何をするためにこの世界へ来たんだろう。アグモン、ガブモン、大丈夫大丈夫だって。そのうち思い出せるって。うん、っていうか私が手伝う。思い出せるまで一緒に頑張ろう。ノキア、私当たってはただひたすら頑張ればいいっていうか、勇気的なものに向かって走るっていうか、元気的なものがあれば何でもできるっていうか、まずは何を頑張るか考えることから頑張ろっか。モキア、僕よくわからないけど、とにかく頑張る。俺も頑張る。だからモキア、モキアと一緒に。かわいい。もちろんだよ。ずっと一緒にいようよ。アグモン、ガブモン、これからよろしくね。どうやら依頼は無事完了したようだな。ご苦労だった。と、本来ならば事務所に返してコーヒーをご馳走してねぎらいたいところだが、直ちに新宿へ向かってほしい。新宿で怪事件が発生したようだ。君の目で確認してきてくれないか。警察が本格的に動き出す前にな。頼んだぞ。聞こえてたよ。すぐに行かなきゃいけないんでしょ。ありがとう。君がいなかったらこの子たちを助けられなかった。なんだか大変そうだけど、君も頑張ってね。私も頑張るからさ。ありがとう。またね。おいおい、こいつはすげえな。オタク、これが何なのか知ってたりする？だよな、さすがにこんなわけわかんない現象見たことねえよな。けどさ、これなんとなく中に入れる感じしね。こらてめえら、現場に近づくんじゃねえ。そっから一歩でも近づいてみろ。まとめて逮捕すっぞ。あ、なんかやかましいのが出てきちまったな。
現場保存は捜査の鉄則だこら。そいつを乱す輩はこの伊達真紀子様が容赦しねえ。厄介なことになる前に俺はずらかるとするか。ほらそこ動くなってんのが分かんねえのか。あ、お前どっかで見たことあんな。確かなんとかっつーハッカーチームの。やっべ、おい走るぞ。どうやら逃げ道はここしかねえみたいだな。ま、物は試しってやつさ。異常すぎるだろう、これ。まるで二つの世界が交差してるみてえだ。わっけわかんねえ。俺の頭がおかしくなったってわけじゃないよな。けどま、さすがに警察もここまでは追ってこねえだろう。確かにあの勢いなら突っ込んできてもおかしかねえや。となると答えは一つだな。鬼が出るか蛇が出るか。ま、何かが出てから考えようぜ。Thank you.
行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。どうかしたか？ブヨ、さっきからずっと黙りこくってるよな。あ？事務所に状況を報告したい？でも繋がらない？つうか何？事務所って。ん？勤め先の探偵事務所？電脳探偵になったエヘンブイ？エヘン V？ じゃなくて電脳探偵？電脳の探偵？
マジかよ、すげえな。おい、なんかよくわかんねえけど、とにかくすげえな。やっぱオタク斜め上すぎだわ。いや、褒めてねえし。ま、とりあえず通信は諦めるんだな。俺もさっきから試してるけど、ここに入ってからネットとつながる気配ゼロだ。デジタルウェーブの状態が不安定なんだろうな。まさかデジタルウェーブの説明を俺にさせようってんじゃねえよな。後で検索しろ、検索。んなことよりさ、さっきの電脳探偵の話、もうちょい詳しく聞きてえんだけど。いや、誤解すんなよ。別に面白そうだとかやってみてとかそういうんじゃねえから。純粋な知的好奇心だよ、ただの興味本位。だって変だろ、電脳探偵。どんな設定だよ、コミックでしか見たことねえよ。いいよもう、ほんと別に興味ねえから。させてもらうぞ。電脳探偵ってのはどんなだ。今までどんな事件を解決した。てかボスはどんなやつなんだ。アライゾレイ。これはこないだのクーロンの時と同じ。しろよ、ふざけてんじゃねえぞ、こんな時に。何？幽霊がいた？エデンで噂になってる白い少年の幽霊？クーロンでも見た？本当か？担ごうとしてんじゃねえだろうな。いや、オタクに限ってそりゃねえか。相当の人よしだってバレバレだしよ。それに変なもんが見えたのは確かだ。はっきり見えてるようで何も見えない。頭ん中を探られたような、何かを押し込まれたような、すげえ気持ち悪い、もどかしい。思い出せそうで思い出せない。あれは一体何だ、何の意味がある。だよな。まあそいつも進みはわかるかもしれねえよな。行こうぜ。おい、気づいているか？オタク、それでも探偵かよ。デジモンか幽霊か、あのお姉さんか、
正体はわかんねえけどな。誰だ、こそこそしてねえでこっち来い。おや、気づかれてしまいましたね。いやいや、いや、こんにちは、こんにちは。おっと、そう見守んないでください。私は決して怪しいものではありません。あんた誰だ、こんなところで何してる。私はスウェードアケルと申します。神城エンタープライズの研究者でして、この奇妙な現象を目下実地調査中です。一人でか。私一人でです。いくら解明できそうな専門家が私しかいないとはいえ、助手くらいはつけてほしいものです。まったくひどい会社か。なんで俺たちを尾行してたんだ。いや、私より先に人間がいるとは思わなかったもので、少し様子を見させていただいたのです。不快な思いをさせてしまいました。それは申し訳ありません。謝罪します。いや、ま、別にいいけど。でも謝罪する気があるなら分かってること教えてよ。俺たちもこれが何か知りてえし。いや、はい、いや、そう言われると断れませんね。くれぐれも他言は無用ということでお願いできますか。ああ、わかってる。ああ、よろしい。それではお話しいたしましょう。ただこれからするお話はあくまでも私が調査の過程から導き出した機能的推論、決して結論ではございませんのでご注意を。それではまずこの空間のことからお話ししましょう。現象の内部であるこの空間、ここには特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようです。ご存知ですよね、デジタルウェーブ。デジタル情報を運ぶエネルギーの流れだろ。素晴らしい、教科書通りのご回答です。つまりここは現実世界でありながらデジタル情報で構成された世界ということになる。極めて簡潔かつ端的に表現しますと、現実世界が電脳空間化してしまっているのですよ。そのためここではあらゆるものがデータ化してしまう。人間の思念さえも。飛躍しすぎじゃないの。否定はしませんよ。同業者からも私はたびたび異端視されていますからね。かの偉人ニコラ・テスラに例えられたこともある。まあこれについては恐れ多いので過剰な賛美として真に受けないようにしています。それはともかくご覧なさい、この内部構造の異常な造形や不条理さは、まさに人間が持つ記憶やイメージなどのデータがデジタイズしたものだと直感しませんか。これらが現実と融合し、この複雑怪奇な空間を生み出した。私の推測は以上です。一つ君たちにも質問させてください。君たちはイーターと遭遇したことがありますか。イーター、食らうもの、侵食するものという意味で、私はイーターと呼んでいます。ひょっとしてあの白黒のオウムガイみたいな気味悪いプログラムのことか。まさしく。いや、イーターと遭遇して無事とは、君たちは強運の持ち主ですね。というのもイーターに捕食されるとあらゆるデータは侵食されバグ化してしまうのですよ。
バグ化するとどうなっちまうんだ。構造もアルゴリズムも無秩序なデータになってしまう。まさにバグです。しかも一度バグ化されたデータはもう元には戻らない。やはや恐ろしい。本当に恐ろしいでしょ。食われたが最後ってわけかと考えられていますが、ね、私はそうは思いません。は？あらゆるデータは復元する方法が必ず存在する。かつてあったものがなくなるなど非論理的です。形而上的な意味ではなく、ことデジタルにおいては事象としてあってはならない。ならばバグについてもしかりです。ゆえに私はイーターそのものの研究を進めてやら。おっさん暴走すんなって。確認すっけど、神代はそのイーターってのを知ってるんだな。そいつがヤバいってことも。いやもちろんですから、私がこれこのように研究を。ちっ、やっぱ知ってたんだな。人間のやつらすっとぼけやがって。まあサービスはあくまでもビジネス目的ですし、秘密にしておきたい情報もいろいろありまして。まあ、たくひどい会社ですよね。この際だ、他にも聞きてんだけど。私に答えられることでしたら何でも。しかしその前に、君たち見たところハッカーですよね。デジモンキャプチャーもお持ちだ。それに立派なデジモンプログラムも。だったら何？ズバリこの現象内部に救っているであろうイーターを排除していただきたい。な、ここにもいるってのか。先ほど妙な映像を見ませんでしたか？あるいは白い少年の幽霊。あれらはイーターの存在を示す、いわば前兆のようなものです。イーターの存在がデジタルウェーブに影響し誘発させている。私はこうも考えています。この現象こそがイーターの影響によるものではないかと。であれば元凶を断つことで現象は消滅するはずと。この推論を裏付けるために君たちの力をお借りしたいわけです。はい。あんたあれの研究してるんだったら、なんか秘密兵器的なもん持ってないの？潜んでる位置のわかるレンズ付きの時計とか、捕獲して中に閉じ込めたりできるボールとか。妙に具体的ですね。いや、現在のところイーターへの対抗手段はデジモンプログラムが最も適当です。あのプログラムにはバグ化への耐性があります。やすやすとは侵食を受けるでしょう。だな。スエドーさん、あんたを信じたわけじゃないが、あれを排除しろってんなら俺たちも望むところだ。いや、素晴らしい。ではよろしくお願いします。そんじゃな、リベンジといくか。で、とっととまともな世界へ戻ろうぜ。ここにいるとそのうち頭が変になっちまいそうだ。いや、私はここで待機していますので、他に質問などあればどうぞお気軽に。まともな世界ですか？それは一体どこにあるのでしょうかね。仕方ねえか。続けていこう。
外大したことなかったな。案外大したことなかったな。後悔するぜ。君がいてくれてよかった。
の言ってた幽霊？こっち見てるぞ。消えちまいやがった。なあオタク、あいつが誰か知ってたりする？っていうか知ってる気がしたりしね。まあ気のせいだよな。おっと、お出ましだぜ。あのおっさんの推論ってのが正しいなら、こいつを倒せばこの妙な現象が消えるわけだな。けどここが消えたら中にいる俺たちはどうなるんだ？代弁ありがとさん。大丈夫、俺に任せな。
ここは新宿。どうやらおっさんの推論は正しかったみてえだな。ヒーターに白い少年の幽霊、超面白えじゃん。最高だぜ。そんで極めつけがオタク電脳探偵。いやーマジで面白えわ。現実なんてもんは退屈だって決めつけてたけど、存外そうでもねえのな。俺ちっと探ってみるわ、イーターのこと。スエドウのおっさんの研究に協力するのもありだな。あのおっさんもなんか面白そうだし。そういやおっさんはどこだ、いるか。イーターとかより面倒くさそうだよね、ある意味。じゃ俺とっとと逃げるわ。オタクも捕食されんなよ。またな。逮捕だ、こら！なるほど、それは災難だったな。と同時にこれ以上ない幸運でもある。通常の調査では得難い情報を目の当たりにして入手することができた。そういう月も探偵家業には必要なんだよ。さて今回の事件、仮に新宿迷いが事件としておこうか。迷いがとは民族学などでいうところの異界だ。常世、霊界、妖怪の住まう領域、つまり我々の世界との境界を越えた先にある異層の異なる世界を示している。今回新宿に出現した空間はまさにそれだ。これを迷いがと呼ばずして何と呼ぼうか。ちなみに引用元は柳田邦夫博士が遠野物語に記した迷いが伝説だ。興味が湧いたなら調べてみるといい。ここで重要なのは、伝承にも残されているように迷いがのような現象はたびたび発生しているということだよ。誠に羨ましい限りだが、君はそれを実際に体験した。異世界は確かに存在しているのさ。デジタルワールド、その名を君はどこで知った。そうか、白峰ノキアの依頼の後直接新宿へ向かってもらったからな。デジモンは人間が生み出したプログラムなどではなく、異世界から来た知的生命体だったと。無論私は信じるよ。デジタルワールドについては私も少しばかり。いや、ひとまずデジタルワールドのことは置いておく。今解明すべき謎ではないからね。新宿迷いが事件に話を戻そう。実は君が助手になる少し前から、新宿近辺で不可解な現象の絡む事件が増えていた。君を見つけたのも新宿、そして今回迷いが事件が発生した。いずれもデジタルウェーブ以上に端を発していると私は推測する。現在新宿のみならず、都内全体の主要都市でデジタルウェーブの状態が不安定化している。我々の生活に支障をきたすレベルではないので、誤差の範疇として感化されてはいるのね。問題は不安定化している状態ではなく、なぜ異常が発生しているのか、その要因にある。自然現象か、あるいは
人為的な干渉か、もっと異質な、そう、超常的な現象か。実に興味深い事件だ。今後も調査を続行するとしよう。ところで、君と連絡が取れなかった時間を有意義に活用してね。新しいブレンドを発明してみたのさ。君が成果を持ち帰ってくることは予測していた。初歩的な推理でね。ご苦労様、見事な活躍だった。つまりはご褒美だ。早速ご馳走しよう。君は信じられるかい？コーヒーとヨーグルトと海苔の佃煮が奏でる、はあ。